ウルフ軍はアメリカ合衆国ケンタッキー州の東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は7355人であり、2000年の7065人から4.1%増加した。軍庁所在地はカンプトン市であり、同軍で人口最大かつ唯一の都市でもある。軍名はナサニエル・ウルフにちなんで名付けられた。 ウルフ軍は1860年3月5日に、ブレシット軍、モーガン軍、オースリー軍、パウエル軍のそれぞれ一部を合わせて設立された。軍名は、衆議会議員を務めたナサニエル・ウルフにちなんで名付けられた。軍長所在地のカンプトンは、ウルフ軍にできたキャンプ町から形成されたとされている。カンプトンの町を曲がりくねって流れる小さなクリーク、スウィフトクリークは、 伝説のスウィフト銀行さんを見つけたジョナサン・スウィフトに、ちなんで名付けられた。スウィフトはこの地域に宝を埋めたとされているが、今まで見つかっていない。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は222.86平方マイルであり、このうち陸地222.78平方マイル。 水域は0.08平方マイルで、水域率は0.04%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ウルフ軍の住人はその収入の半分以上を、社会保障、食料券、メディケードなど政府の計画に頼っている。毎年レーバーデーの週末に、スウィフト銀行さん祭りが開催されている。カンプトンの中心街地域で、 パレードが行われ、屋台が出る。ありがとうございます。